平成30年8月19日、阿蘇市内の牧の商店街を歩行者天国にして、阿蘇市民復興祭りが行われ、大勢の人出で賑わいました。阿蘇市民復興祭りは、阿蘇市や市商工会などで組織した大阿蘇日の山祭り実行委員会が、平成28年4月に発生した熊本地震からの復興を願い、おととしから開催しているものです。会場では、市内の企業や市商工会員などの店舗が、およそ400メートルにわたって食べ物や飲み物を販売し、多くの家族連れでにぎわいました。また、佐藤市長も駆けつけ、今日は思いっきり楽しんでくださいと挨拶しました。さらに広場には、特設のプロレスリングが設けられ、復興応援イベントとして九州プロレスによるタッグマッチなどがあり、子どもたちが熊本出身のレスラーに声援を送っていました。内の巻温泉繁栄会の多目的ホールアート地前では、復興ねぶた協議会による青森のねぶたの展示もあり、迫力ある光景を訪れる人たちが写真に収めていました。祭りの最後には2000発の花火が打ち上げられ、阿蘇市の夜空を彩りました。